ってきましたよ。あ、どうしましたか？そろそろ行かなきゃ。こんな小さな子を無理やりなんて。あ、うん、タカヒロをやめろ。タカヒロさん、ごめんなさい。タカヒロさん、ごめんなさい。鈴木さん、本当は高弘さんはいい人なのですよ。うん、高弘は信用してないけど、リミアさんは信用してもいい。その言葉は信じる。ありがとうございます。はいな。さあどうぞ。ご飯、わかめと枝豆のお味噌汁、それと卵焼き、小エビとほうれん草、鮭と大根おろしです。やっぱり日本食は作りやすいね。日本にや？私は日本生まれだよ。へえ、変な言い方するのね。若者言葉ってわからないの？おそ松様でした。社長、どうしたんでちゅか？
ちか。な、何をバカなことを言ってるんでちか。そんなことをしてる暇があれば、早く仕事を終わらせてください。おお、二人して何を血は喧嘩してるんだ。仲のいいこった。そうでちゅよ。なんで所長なんかと血は喧嘩をしないといけないんでちゅか。仲がいいなんて言わないでくだちゃい。なら夫婦喧嘩か。二人はそれぐらい仲がいいように見えるからな。それに昔から喧嘩するほど仲がいいって言うしな。所長、誰がチンチクリーンなんでちゅか。簡略的な例えというのは、簡略化しない場合だとどういう例えなのでちゅか。それでもいいでちゅから聞かせてくだちゃい。それは所長が悪いからですよ。そんなことありませんよ。すべて所長が悪いのでちゅから、痛みはそれに伴うものでちゅよ。だから夫婦喧嘩なのかと言ってみたんだよ。二人の行動を傍から見ていると、そういう風にしか見えないからな。しかし霧島偉いな。いろんな嬢ちゃんたちの世話もして、高弘の世話までするんだからな。されてるだろう。高弘、もう少し霧島の嬢ちゃんをいたわってやりな。ちゃんとしないと許さないでちゅよ。霧島の嬢ちゃんの言う通りだぞ、高弘。所長のお前がしっかりしないとダメだぞ。
ちが足を引っ掛けられなくちゃいけないのさ。なんでもないよ。どうなっても知らないよ。ひるまないな。仕方ないな。起こしてしまいましたが。クッキーを焼いたのですけど、どうですか？これは表彰ものだよ。旦那もこのクッキーを食べれることに感謝しなくちゃ。そうですよ。大したことないものですから。そういうことじゃなくてですね。
つまりこのクッキーは大したことのあるものなのだ。そうですか。そうそうありがとうございます。ブルマブルマ燃える。ほらほら動きやすそうでしょ。あら、そんなものとはひどい言い方。せっかく取り寄せたっつーのに、高かったっつーのに。このゴワゴワ感とかかわいいのにな。ねえ、動きやすいよ。そうなのですか。これで草原に直接座ってお昼寝してもお尻が汚れないよ。私のキュートなお尻が破裂したかと思ったよ。逃げてください。